日本人選手の活躍や屋外でできるスポーツとしてゴルフの人気が急上昇中。この番組ではプロゴルファーがアマチュアゴルファーとペアを組み真剣バトル。ツアーさながらのプレーが飛び出す。最後に勝利するビバナチームはどっちだ。ゴルビバ。プロゴルファー大江香織とアマチュアゴルファー井上康弘チーム対新潟県出身女子ゴルファー竹本里奈とアマチュアゴルファー渡辺翔太チームでバトルがスタート。ルールはベストボール方式で12ホールのマッチプレーです。勝利チームには新潟和牛2キロをプレゼント。アスリート系アナウンサー新保恵里の初のゴルフ番組 MC にも注目。豊上カントリークラブ信濃川コース5番ホール、レギュラーティーから175ヤードのパー3、右サイドはバンカーがあるので左狙いです。こちらはパー3のショートホールになっております。それでは皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。竹本里奈渡辺翔太チームがパー。ナイス。ありがとうございます。大江香織井上康弘チームがボギー。4ホールを終えてイーブンです。ほっときてるね。今回は竹本チームから。まずは渡辺さんです。これはどういった感じで？ちょっとピンが手前なので、はい、バンカーだけには入れたくないんで、手前のバンカーですね、ちょっと大きめでもいいかなっていう気持ちで、うんうんうん、ちょっと大きめのクラブで軽めに入れて、はい、打ちます。はい、大きめに。渡辺翔太さんのティーショットです。大きめを狙って打ったボールまっすぐ飛んでいきます。うん、うん、ナイスオン。ありがとうございます。うん、ナイスオンです。いいところですね。ありがとうございます。井上さんも同じような感じですか？そうですね、自分ちょっとギリギリなクラブなんですけど、はい、上からこうボンと落とす感じで、うん、あのバンカーにはを超えるイメージで、はい。井上康弘さんのティーショットです。少し左？そうですね、左の方を、うん、惜しい。もうグリーンオンはなりませんでした。竹本さんはそれ何番ですか？今5番ユーティリティです。はい、でもピンまでの距離？ピンまでちょっと大きめなので、うん、少し短めに持ってコントロールしたいと思います。はい、この2人に比べて後ろの方か。竹本里奈さんのティーショットです。少し左、左ですかね。左の方へ。でかっ。惜しい。クリオンならす。オエプロはどんな感じで、はい、あれですか？ちょっと風がこう右からアゲンストに吹いてるような感じするの で、ね、やっぱり大きめのクラブで、球のイメージとしてはフェード系ですね。でちょっと風に当てながらまっすぐになってピンに向かってくれればなっていう感じで、はい、行こうと思います。ここはオエプロはグリーンに乗せたいところです。大江香織プロのティーショットです。ナイスオンです。ありがとうございます。ナイスオンです。ここで大江さんによるマネジメントのレッスンです。まあ、こういうホールで風がだいたいこう上げて右からの上げなんですけど、はい、うん、マネジメントとしてはどんな攻め方を？まあ、グリーン自体は結構広い大きいグリーンなので、グリーンに乗せるっていうことはそんなにプレッシャーかかってこないと思うんですよね、はい、ただやっぱり手前のバンカーが効いてますよね。そうですね。このホールで一番やってはいけないのは手前のバンカーに入れること、はい、なのでやっぱり少し大きめのクラブで打つっていうのが第一と、あと私はさっき
大きめのクラブでフェードイメージで打ってったんですけど、ドローヒッターの方だったら大きめのクラブじゃなくてその距離通りのクラブでドローで打ってってもいいと思います。そうすると右からの風が今少し来てるのでドローボールを打つと右からの風に乗ってちょっと飛びやすいんですよ。そういうのを考慮して、でさらに右からの風にこうドローボールがこう当たってさらに左に流されやすくなるので、その分ターゲットをいつもより少し右向くですとか、そういうやり方もありますね。さっき7番ウッドでフェードで打ったんですけど、その1個下が3番ユーティリティなんです、はい、でこっちでドローで攻めるっていうこともできると思います。でちょっとやってみようと思います。2ピンぐらい右向いて打つ感じですかね。これはちょっとドローがかかりすぎたんですけど、結果的にはその風に乗って飛んでくれるので距離はもう一緒ぐらいですね。同じぐらい飛んでますね。1球目の7番手のフェードと3番ユーティリティのドローと距離が同じぐらいになるので、そういうそのどのクラブでどういう風に飛ばしたいかっていうのを明確にイメージするのが大事だと思います。はい、ゴルフで特に女性の方ってすごい可愛らしい服だったりいろいろ種類もあると思うんですけども、ファッションを楽しむっていうのもゴルフの一つの魅力ですかね。そうですね、もう今いろんなウェアメーカーさんからすごい可愛いウェアがいっぱい出てて、うん、街中で着ててもそんなになんか変じゃないっていうか、はいはいはい、本当にファッショナブルなウェアが増えましたね、うん、今日もゴルフウェアだと思うんですけど、もう私服でも来ても、え、その下は、そうなんです、下もそうなんです、カーリーゲイツ、カーリーゲイツさんです。本当だ、そうです、ちゃんと海しか見えなかった、ちゃんとゴルフウェアなんですけれども、じゃあこのまんまゴルフスイングできるってことですか。そうですよね、すごい、はい、なんかこの辺通っていく感じ、もうちょっと読みます。普段ラウンドしてる時だと、もうちょっと読んで、はい、立ち合わせて、はい、わかりました、入ればラッキー。長い距離なんですけれどもバーディーパット、また強い。熱い。ナイストライ。意外と切れなかったです。こちらもバーディー。あ、強いでしょうか。惜しい。ナイスタッチ。はい。確実にパーを取れる距離に、これはもうなんか外すレベルの距離なので気楽にすみません、気楽にね、はい、相手があの距離につけているので絶対気持ち強いんじゃないですか。素晴らしい、はい、ありがとうございます。ナイスパーです。ありがとうございます。ナイスパーです。奇跡起きた。ナイスパーです。こちらもナイスパー。5番ホールは両チームともにパーで勝敗もイーブンと変わらず、最後難しいところ決めましたね。ありがとうございます。ほっとしました。もうミスミスの連続だったんですけど、しっかり最後決めてくださったので本当に感謝しています。チーム力ですね、はい、こちらもでもパーでしたもんね、はい、いやただ正直あこのホール取れたなって思っちゃいましたね。自分も思いました。いやハイレベルな戦いが続きます。次週6番ホールでもナイスプレーが連発、お楽しみに。